これからですね、まあ、とあるあの世界ブランドとのコラボの、商談に行くんですけれども、まあ、なんか日本のレディースのアパレルブランドとの本当に一からのオリジナルのコラボっていうのがアメリが初めてらしいです。ので本当に史上初の試みコラボになるので、一から作ってるからめちゃくちゃ時間かかってるんですけど、それぐらい可愛いのができそうな感じなので、ぜひ楽しみにしてもらいたいと思います。タラーン、コラボ先は実はプーマさんです。世界のプーマです。カラベチュとかそういうのはここに、まあ、レディースブランドあるみたいなんですけど、一からレディースブランドでコラボするのが初みたいなので、すごく楽しみです。もう本当一から形から素材から何から何までアメリでオリジナルで作らせていただきます。それではレッツゴー。はい、ということでプーマのコラボが完成しました。はい、スニーカーをやりますっていう風にこの間インスタライブでお伝えしていたんですけど、スニーカーが楽しみとかどこのブランドなんだろうっていう声はたくさんいただいていて、実はプーマさんでした。はい、ということでプーマさんとのコラボで、実は第1弾第2弾があって、第1弾がこちらのスニーカーですね。スニーカー2型です。第2弾もあるので、そちらの詳細はまた追ってお話ししたいんですけれども、まずはこちらのスニーカー、アメリ初のコラボスニーカーを発売いたします。2型作らせていただいたんですけれども、スニーカー別注で作らせてもらいました。プーマさんのスニーカーって軽くてクッション性も優れていて、おしゃれなものが多かったので、スニーカーについてはプーマさんで実績のある方からこちらで厳選して、配色や細かいディテールなどにこだわってアメリらしさを落とし込みました。まずはこちら1型目オーキッドっていう形のスニーカーをコラボさせていただきました。上から見た甲のデザインがランのモチーフをデザインしているみたいです。プーマさんっていろんな別注のコラボをされていると思うんですけれども、結構ロゴだったりいろんなところでアメリの色を入れたっていうのが、私的にあまりここまでしてないんじゃないかな、他のブランドさんでっていうところで、最初結構カラフルにしてたんですね。で、最初のデザインから結構変わって、今回ここら辺とか色とかオレンジとかいろんな色を入れてたんですけど、やっぱりもし自分が本当にリアルに履くんだったら白黒がやっぱりデイリーに履きやすいし、コーディネート選ばないなと思って、最終的にやっぱりカラーを削ぎ落として白黒モノトーンでいきました。で、結構こだわったところが、もうアメリらしいこういうラインだったりとか、あとこのね黒いラインだったりとか、ここの部分はスウェードを使っていただいてたりだったりとか、フルストラップ、履く時にねこうやってここを持ちながら履けるっていう、ちょっと履きやすい部分、機能性の部分の紐なんですけど、この部分にアメリとストプーマさんのコラボのロゴを入れていただいたりだったりとか、あとこのね紐の先端にアメリが入っていたりとか、あとこだわった部分が中のインソールの部分で、中はナオルルスフォーファッションっていうロゴ、最初これ実はプーマさんのサンプルでフォーサンプルっていうロゴが入っていて、なんかサンプル用ですよっていう意味なんだけど、それが可愛くて、アメリもそこに何かロゴ入れたいってなって、アメリのコンセプトであるノールズフォーファッションをこの中のインソールに入れていただきました。もう一足がこちらの、ディナーラというモデルになります。これはですね、今年の SS の新作モデルで、まだ発売されたばかりの新作モデルです。これはテニスのシューズを今っぽくアップデートしたものらしく、まあ、一見ずっしりしてるんだけど可愛くて、このソールがやっぱりあるのがちびっことしてはすごく嬉しくって、身長も盛れるしスタイルもよく見えるっていうことで、さっきの靴もソールが結構高めな靴なんだけど、完全にフラットよりはこういうちょっとソールの入った私はスニーカーが好きで、このデザイン選びました。で、あとこれも結構デザインこだわった部分がたくさんあって、このサイドのこのねラインの部分が
アメリのお洋服でもすごく切りっぱなしのデザインとかトレンチとか取り入れてるんですけど、この切りっぱなしのディテールを入れたくって、こちらをキャンバスの素材にしてもらいました。この素材も結構プーマさんでこれできるかなっていう話結構してもしたんですけど、まあ、なんとかこういうデザインに作ってもらいました。で、何が可愛いってこの紐ね、アメリとプーマさんのコラボのこのロゴの紐がめっちゃ可愛くて、これ普通の白紐とこのロゴ紐2個ついてるんだけど、もう私は断然こっちのロゴ紐を押してます。で、ここの中にもちゃんとね、ノールールズフォーファッションのロゴが入っております。中のクッションもすっごい柔らかくって、ずっと長時間履いても本当に疲れないので、ぜひね、たくさん歩く日に履いていただきたいなと思っております。で、こちらを、はい、大人女子のスニーカーコーデを提案せよ、はい、ということで、私はこのスニーカー2つを使ってちょっとコーディング組みたいと思います。はい、1体目はですね、こちらのディナーラの靴を使ったコーディネートになります。ポイントはですね、ベストですね。私こういうスニーカー履くときとかって絶対にジャケットとか上は大人っぽいちょっとモードのアイテムを入れるっていうのを決めていて、ちょっとカチッとした不発のアイテムを持ってきています。あんまりスニーカーに例えばデニムに T シャツとかっていうスタイリングはしないですね。で、まあ春なのでちょっとメッシュの入ったグリーンの差し色のトップスを中に着ております。これセットのアイテムのやつですね。はい、そうですね。はい、2体目はワンピースを持ってきました。このワンピース私すごい大好きで、もうなんか2色買いしようかなって思ってくるぐらい大好きな、ヨーロッパでも着てたワンピースで、もう洗濯もできるのかなっていうワンピースです。で、靴が結構さっきのやつよりカジュアルなデザインなので、ちょっと上はシックにモードで大人っぽく着ました。で、ワンピースの上にパールを重ねたりとか、ジャケットも薄手 の、 ミニスカートとセットアップのジャケットのアイテムを着ています。何でしょう。すいません、カメラ切り回してて。何でしょう。これ読んでもらっていいですか。ミッション、大人女子のスニーカーコーデを提案せよ。はい。じゃじゃん。何急にこれ。今こういう企画を YouTube でやってて、ちょっと今回はるかさんにもお願いしようかなと思ってて。いいですか、大人女子。はい。お願いスニーカーコーデ。で、スニーカーが出るんですけど、うん、ちょっとお見せしますね。なんか後ろに控えてるけどね。これね。すごいじゃん。これさ、アミさんとコラボやもんね。そうです。そう、私何気にプーマの靴持ってるの。すっごい履きやすい。これね。それで。これでちょっと提案するってこと？2種類入れます。オッケー。この2足分2体コーデくれる種類です。大人コーデ？はい、大人コーデでぜひ。しゃあなし。ありがとうございます。お願いします。はーい。1体目、コーデ組んでもらいました。はーい。組んでみました。私はちょっと狙ってたこのロンバースなんですけど、はい、かわいいですよね。なんかね、サイドがね、こういうちょっとブリーチ的な感じで、私あんまりロンバースとかあんまりね着ない人なんですけど、はいはい、このやつはすごい気に入っていて、色もこのベージュとグレー、あとは黒もあるのかな。黒もあります。でちょっと今日は大人はい、っていうね、大人スニーカーコーデっていうテーマなので、はい、あえてちょっといつもだとブラックとか行きがちなんですけど、はい、ベージュにしてみました。で、ほんと、はい、こうエクリューカラーっぽい感じで白と、このプーマさんのスニーカーが白なのでトップスも白に合わせてシンプルにまとめてみました。可愛いです。どう？え、めっちゃ似合ってます。可愛いよね、これね、はい。で、今ちょうど今の時期この長袖、はい、このやつをちょっと着てるんですけど、もうちょっと時期が暑くなると中にタンクとか合わせてもらっても可愛いし、 T シャツとかでも可愛いし、なんか普通になんか万能的な、ね、
個人的にすごい好きなのがこのワイド感。そう、結構広いですよね。うん、なかなかね、あのワイドの、ワイドのやで、もうワイドの、ワイドのやで、もうワイドのこういうロンパスってありそうでなくて、私結構こういうちょっとメンズライクっぽい感じのワイドのやつすごい好きです。これなんかひそかにもちょっと気に入ってるんですよね。めちゃめちゃ気に入ってますよね。なんか今の、はい、がなんかいつものゆうちゃんのなんか適当な感じが気に入ってますよね。はい、はい、もういたってシンプルです。それが可愛い、うん、スニーカーとかもね、合わすんだったらシンプルにしてもらった方が可愛いかなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ2回目もお願いします。はい。シンプルにもうワンピース1枚合わせてみました。でこのワンピースもちょっともうプリーツがね、もう見ての通りたくさんふんだんにあるので、もうあえてもう1枚だけにしました。なんかプリーツ変形ね、なんかすごくない？なんかすごい、なんかすごいよね。なんなんだろう、このプリーツ感の張り感もすごくて、でだんだん大きいプリーツになっていくんだけど、もう1枚でインパクトがあって、もうなんかおしゃれを楽しめるワンピースですよね。なのでこういう風にもうさらっとスニーカーコーデということなので、かわいい。でただあのアクセサリー式はなく、あの私物がゴールド系が多いんですけど、こういうちょっとお持ちのなんかインパクトのあるカバンとかをこう持つだけで一気に雰囲気が変わるかなと思ってます。こういうワンピースにこそスニーカーがなんかいいですね。あ、そう、なんかね、どうしてもなんかブーツとかサンダルとかで合わしがちなんですけど、あえてなんかこういうなんかスニーカーでも普段で合うので、なんかさらっとこうお友達とランチ行くとか、なんかそういう時とかにいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ミッション大人女子のスニーカーコーデを提案せよ。そうです。ちょっと今回スニーカーのコーデを今から作ってほしくって、うんうん、はいはいはい、今から組んでほしいです。で2回組んでほしくて、うんうん、使ってほしいスニーカーがあります。まあプーマでしょうね。そうです。コラボプーマさんとコラボやな。そうです。1個ずつ、そう、1体ずつコーデ組んでもらって、うん、2体今からコーデ。なんかテーマとかあるん？大人女子の、なるほど、しやすい感じのスニーカーコーデを提案してほしい。まあ、がっつり大人なんで大丈夫だと思います。はい、はい、了解です。はい、1回目組んでもらいました。はい、組んでみました。1回目はオーキットも使ってくれるんですね。はい、このねラインがポイントのオーキットですね。はい、オーキットってなんていう意味なんですけど、プーマさんの、オーキッド のモデルを、一緒にコラボさせていただいたものです。はい、でこれ履いてみてすごくこうクッション性がめちゃくちゃ高くて心地いいかも。なんか走疲れなさそう。すっごい、しかも軽いし、はい、ソールが結構厚底ではあるんですけど、あのすごいそれを感じさせない軽さと、でもここの部分がそんなにこうボテってしてないので、結構スタイリッシュな感じに見えるんじゃないかなと思いました。履いてみて、はい、めっちゃ可愛いですね。本当に軽い。じゃあこれに合わせたコーデどんな感じでしょうか。はい、コーディネートがアイラインのワンピースなんですけれども、それをちょっと1枚でさらっと着るのもありなんですけど、せっかく今日ねちょっとレイヤードのアイテムを着てたので、はい、私服でこういうミニスカートを混ぜてみました。かわいい。で大人っていうことなのでジャケットを羽織って、あのスニーカーカジュアルなものにジャケットとかを合わせると何ですかね、あ
そんなにカジュアルすぎなく見せれるので、こう合わせてみました。はい、可愛いです。なんかこんな感じです。で、そんなにアイラインだけど、そんなにシルエット拾わなくって、でまあ、1枚さらっと着るのも可愛いし、こういったレイヤードアイテムを使っても可愛いんじゃないかなと思って。やってみました。ちょっと一癖ある、ね、コーディネートにしてみました。ミニスカートとセットでセット提案している、はい、すごい軽い着心地のノーカラーのジャケット、はい、でノーカラーなんですけど、ここ肩パッドが若干入っててちょっとカチッとして見せれるというか、でしかも素材が夏の羽織にぴったりじゃないかな。すごくサラッとした生地で、すごいね、涼しい、涼しげ。裏地とかはついてない？裏地は一応、ついてないね、この上だけ、はい、上だけで下はついてないです。ほんと夏の羽織っていう感じ。はい、ちょっとこのレイヤードコーデ私的に結構好きなんですけど、でこの横から見た時にスニーカーのラインが結構ポイントになってて、確かにいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、では2体目お願いします。はい、スニーカーを使って、はい、結構シンプルな感じにしたかったので、はい、こういったちょっとシンプルめなコーディネートにしてみました、はい、でこのシューズなんですけど、はい、形自体は結構何ですかね、定番というかマスキュリン的な感じで何でも合わせやすいようなデザインなんですけど、形なんですけど、はい、この厚底だったりね、がまあプーマさんっぽいなと思ったりとか、あとなんといってもこの靴ひもにアメリとプーマさんのコラボロゴが入っていて、ここがすごいポイントです。はい、はい、でここを際立たせたかったので、コーディネート自体は本当黒と白にしてみました。このパンツはメディタラインの、ローライズパンツなんですけど、ちょっとねトップスが結構短めだったのでめちゃめちゃローライズにはせずに着用してます。でもこのパンツ私2色買いしたんですけど、そうなんですね。そうめちゃくちゃ好きで、本当もうもっと落として履きたいぐらいなんですけど、はい、サイズをワンサイズ上げてます。 M だと結構ブカブカなんですけど、はい、M サイズにして結構ブカブカめにした方がなんか今日のコーディネートにはいいかなと思って M サイズでちょっと大きめにしています。でこちらのシャツなんですけど、このシャツも私すごい好きで、検討会の時からすごいいいなと思ってたんですけど、このねなんか何ですかディティールというかデザインがめちゃめちゃ凝ってて、ほんと白が良かったんやけど白が今なくてなかったんで黒を着用したんですけど、黒はもう同色のね、刺繍になってるのでさりげなくおしゃれな感じですごく可愛い、着てみたら黒もいいなって思いました。で透け感がある、ね、シャツでこう短めなんですけど、ここまでは裏地がついてて、ちょっとだけこう下が透けが見えるっていう感じである。なんかいいですね、これインナー困らなくて肩まで裏地がついてる。そう、そうなんですよ。だから全部が透けてないから、ちょっと心配な方は見せブラとか、ちょっと手を上げるとね上に上がっちゃうので見せブラとかでやってもいいかなと思う。後ろは結構シンプルな感じ。この靴だからあえてやっぱりシンプルに、この紐を目立たせるためにシンプルに組んでみました。はい、はい、めちゃくちゃ可愛いし似合ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、って言われた。
これ読んでもらってもいいですか？やだよ読んでくださいで大人女子のスニーカーコーデを提案せよ。はい、今回スニーカーコーデ、何のスニーカーがお差し付いてると思いますか？あ、例のね、例のコラボ、はい、こちらです。そうですよね、はい、待望のコラボです。大人女子、大人女子、大人の方でも真似しやすい感じの、そうだよねスニーカーコーデを提案してほしいなと思って、2コーデ組んでほしいんです。今からお願いします。え、今から、今から、あ急ですね、はい、結構頑張ります。お願いします。はい、1回目来てもらいました。はい、組んでみました。どうでしょう。これはオーキッドの方ですね。オーキッドの方ですね。これはもう制作時でデザイナーとなおさんがすごいいろんな色で上げてて、配色すごい悩んでたんですけど、結果すごい使いやすい黒の、黒とアイボリーとグレージュとみたいなシンプルな配色に落ち着きましたね。おかげさまで色物と合わせやすいですね。本当ですね、どんなコーデでも合わせれる配色です。うん、結果ね、こういう使いやすい色味が一番使えるということになりまして、うん、大人女子、大人女子とのことだったので、4月発売の段ボール素材の柔らかいもちもちの素材のセットアップ、トップスとスカートセットで、展開するんですけど、このセットアップをスニーカーでちょっと外したみたいな大人。どう確かにね、このセットアップスニーカー合わせが可愛い気がします。ね、可愛いよね。うん、どうもありがとうガチャガチャしちゃうとちょっと子供っぽくなっちゃうかもしれないから、セットアップで腕と下を揃えてスニーカーでちょっと遊ぶぐらいの方が誰でも挑戦しやすいかもしれないと思います。すごい肉厚でもちもちなの。もちもち、全然体のラインとか拾わないです、ね、そう、なんか旅行とかにも良さそう。シワになりにくいし、しかもポッケある。地味に嬉しいです。いや、かなり嬉しいよね、うん、で、ちょっとスリット、前スリットのスカートなんですけど、それがまたちょっと大人ポイントじゃない。靴下で遊んでみたんですが、なんかもちろんスニーカーじゃなくて可愛いサンダルでもいいし、ブーツでもいいし、なんかやっぱこういうところがちょっとねおしゃれ要素かなと思います。すごい、足さばきに出そうですね動き確かに、もうもちもちだからね、うん、スニーカーはすごい厚底でソールがしっかりしてて、で、すごいふかふか今。あ、そうなんですね。やばい、着てるものもふかふかだし、足の裏もふかふかだし、今すごいふかふか状態に私いるんですけどすごいね、これぷにぷに。これは結構長時間も歩けそう。こういうところも可愛いよね。可愛い。ロゴが、タグが。あとここスウェード調なのもなんかいいですね。ね、可愛いよね、うん、いい。これもすごいデザイナー頑張ってたよ。あ、そうなんですね。うん、制作秘話のポロポロ、ポロポロ出てきますね。はい、皆さん楽しみにしてください。はい。終わりそうな勢い。もう一体やります。はい、2体お願いします。はい。落ち着きブラックコーデですね。そうです、ちょっと個性を出しつつもワントーンで仕上げましたコーデです。はい、はい、来ました。はい、じゃじゃん、靴下も変えました。靴下本当だ、変わってますね。やっぱね、スニーカーと靴下ちゃんとコーディネートしたいタイプです。私大事です。ご覧の通り、アメリとプーマさんのロゴミックス紐、これが主役な感じで、2種類ついてるのかな、でもこれで入っていただきたい感じです。こっちはさらっとちょっと上品に履けるスニーカーかも、確かにって思っています。はい、なので、スカートコーデで合わせてみたんですけど、はい、このシャカシャカの
これシルバーもあるんですけど、これちょっと軍物の、アイテムからデザインリソースもらってるって言ってたかな、うん、なんだけど、ちょっとこうミリタリー要素もありつつカジュアルなのかモードなのかみたいなところが可愛いアイテムです。で、あとは4月のお気に入りアイテムをトップスで合わせてきました。もうめちゃめちゃ着てるよね私。この荒い加工の T シャツに、このアート柄のこのニットにねラバーをしてるんだけど、このアートなニットベストを合わせてて、まあ大人ポイントは普段だったらニットベスト1枚でタンクトップで着ちゃうけど、ちょっと T シャツで合わせて露出を控えてみました。いろいろ着てるけどワントーンで黒で合わせて、かつシンプルなスニーカー合わせなので、個人的にはちょっとまとまったかなというスタイリングです。ちょっとこせれちゃった、ちょっと、ね、いらないものは外してもらってって感じですね。でも可愛いです。可愛いです。はい、ありがとうございます。